始まりました。総称ランドです。現在3月6日3時5分ですね。最近は YouTube もアップしておりませんが、今はもう YouTube を編集する時間を差し置いて、クラウドファンディングのね、絵はがきとか、まあ日本一周体験記とかを書いております。もう間もなく終わりますので、ご支援していただいた方、もう少々お待ちください。一枚一枚思いを込めて書かせていただいてます。今日の、まあ、急遽動画を上げようと思ったのが、まあ今エグいっすよね。なんか結構、いや、エグないっすか。普通に控えめに言ってエグいっすよね。3月15日から僕は世界一周行く言うて、今も準備してるんですけど、結構周りからは心配されてますね。ほんまに行くんかとか、ちょっと時期ずらしたらええんちゃうかとか、まあ、様子見たらええんちゃうかっていうことですよね。多分僕が今様子見るって言って、1ヶ月くらいずらしても多分誰にも文句言われへんと思うんだけど、毎日ね、そのことについて心の中にいるリトル総称とミーティングをしております。一応今現段階の答えとしては、3月15日に、まあ予定通り台湾に行こうかなと思っております。まあ航空券とか調べたらまだ行けるんは行けるみたいです。でも現状、まあ現状っていうか昨日の3月5日までの、話で18カ国今日本からの渡航者行けない国があります。制限してる国、インドとか、で40カ国くらいは日本から来る渡航者の入国制限というのか、まあ行動制限ですねがあるみたいで、具体的にどんなことかっていうと、その日行ったお店とか、まあ、経路とかをメモに残したりとか、お店とかホテルとか入るたびに1日2回かな、なんか体温計を測らなあかんらしい。でそこでなんか熱とか出てもうたら、もちろんウイルスがどうかっていう検査があんねんけど、もしそれでコロナなってもうてたら、ほんまにいつ日本に帰ってこれるかもうわからん状態になります。まあやばいっすよね。普通にここ数十年の中で世界一周行く言うてるタイミングで一番良くないタイミングじゃないかなとほんまに思っております。世界初っすよねこんな。でまあ心配される点が2点あると思ってて、まず1点目が俺はコロナウイルスにかかるのかどうかとか、2点目が、日本人結構結構ウイルスかかってる人多いから、世界的に見て迫害されるんじゃないかとかあると思います。1個目 の, 俺がその病気になるかどうかとかは正味関係ないと思ってて、もちろん俺は体強いからならへんとか思い込んでるっていうのもあんねんけど、それは別に置いといて、日本におっても多分かかるときかかるし、逆に世界におってもかかるときかかるから、別にそれはどこにおってもまあかかったらそれは俺の運命じゃないかなって思っております。もちろんその最低限の手洗いうがいとか、まあ外出るときに口元隠すというかマスクつけたりとかはするけど、まあ自分がそれかかってしまったら、まあそれはもう俺の運命じゃないかなって思います。実際行くの遅らす言うて1ヶ月待ってる間に日本でかかる可能性とかもあると思うんで、です。で多分問題なのが、多分特に周りの子らが心配してくれてるのが2つ目の日本人っていうだけでちょっと迫害を受けるんじゃないかなとか、まあテレビとかでちょっとそういう動画とかやったりとかしてるんですけど、まあ実際あると思います。まあ予想ですけど、でもこのまま4月5月とか待ってても多分なんかもっとひどなるんちゃうかなとか、どうなるかわからんから、とりあえず予定通り3月15日行ってみて、もしねそういう日本人っていうだけでいろいろ言われたりしたら、まあ気持ちはわかるんでそんな怒ったりはしないと思いますけど、まあこんなことがあったよとか、っていうのはちょっと発信したいなって思ってます。ジャパニーズ代表でそういうところもちょっと
見ていきたいなっていうのもあります。ただあの靴磨きを世界中の路上とか、まあ会社とか飛び込み営業とか行ってやろうと思ってたんですけど、まあ、それはさすがにきついんじゃないかなって思うので、まあ、行ったら行ったで多分観光とか結構街ブラブラしてることが多いとは思うねんけど、まあ、もう結論言ってみなわからん、言ってみなわからんね。まあ今は今現在は、10日後3月15日に一応台北に入ろうかなと思っております。ただほんまにここの数日で情報とか更新されてもう入国できへんってなったらもうそれは無理なんで、ちょっと航空券とか買うのは、まあ3日前くらいにしようかなと思っております。ギリギリまでちょっとこんな状態ですけど、またリトル総書とミーティングした時に、その度に動画更新しようかなと思うので、まあちょっと見守っておいてください。なかなかあの世界一周行く前からあのこうやって語ってるやつって少ないと思うんですよね。今見てくれてる人らとかも一緒に僕のこのイベントというか人生の一大プロジェクトを、一緒に楽しんでもらえたらいいかなと思っております。